ドルフィンウェーブ。こんにちは。わざわざ出迎えてもらって悪い。ここ最近、君からいろいろなインスピレーションをもらっているからね。その上、ガンナーとしての立ち回り方も指導してもらっている。そのお礼を持ってきたんだが、どうか受け取ってほしい。そんなことはないぞ。こういうのは人として当然のことだ。うん、怪しまれても仕方がないか。何せ私に似つかわないことをしているのだし。アドバイスを受けたんだよ、姉さんにね。君にお礼をちゃんとするようにって。つい先日、私が君を観察している様子を姉さんが見かけたみたいでね。事情を聞かれて説明したところ、そういうことならきちんとお礼をしろと言われてね。君は姉さんが私に対してどういう感情を抱いてるのか知ってるのかい？私たちは血を分け合った姉妹だ。しかしこの関係がなかなかに複雑でね。一般的な姉妹というよりも、私は憎たらしい妹でしかないのかもしれない。だが私は創作姿勢を変えるつもりはないよ。変に同情することは彼女の個性、才能に失礼だからね。それでも私は姉さんを嫌ってはいないんだ。彼女は自分が私より劣ってると考えているようだが、私は自分を姉さんと比べたことすらない。話が横道にそれたな。本題に戻すと、君にこれを受け取ってほしいんだ。これは打算ではなく、あくまでも感謝の気持ちだ。ただ今までこうしたことをした覚えがなくてね。知識としては知っていても、実行に移すと妙な感じだ。私に興味が出てきたのかい？いいよ、いつも世話になってるし、それぐらいは構わない。幼い頃から姉さんの感情にどう答えればいいのか、ずっと回答を探してるよ。昔は肩を並べてデザインをしていたが、いつしか二人の個性に如実な違いが出てきてね。母は姉さんよりも私のクリエイティブに時代を牽引する力があると判断したようだ。結果的にブランドのメインデザイナーの座は私が受け継ぐことになった。姉さんにとっては言いようのない屈辱だろう。でも私はインスピレーションが湧かなければ指一本すら動かせない。姉さんとは真逆なのさ。姉さんは自分で流行を分析、求められているものを想定し、時代のニーズに沿った作品を作り出す。姉さんの姿勢は商業デザインに必要なものだ。現に売り上げの上位はガラテアが独占している。私なんかは気分屋だし、デザインにかける時間やコストも全く気にかけていない。不確定要素が多すぎるんだよ、デザイナーとしての私はね。そんな私のようなデザイナーが仕立てた服が評価される現状も、正直不思議で仕方ないんだ。優しいね。まあ服の良し悪しを決めるのはあくまでお客さんだ。姉さんは私のデザインの才能、いや手法を羨ましく思っているようだけど、私だって姉さんのプロデュース能力や空気を読める振る舞いが羨ましく見えることがある。
ああやって自分の道をとことん極められる人をアーティストだと私は思うけどね。けれど姉さんが欲しがってるのはそれじゃない。唯一無二のセンス、それが姉さんが求めているもの。もう少し私が姉さんのように、姉さんが私のように寄り添えば、今みたいに仲もこじらせないのだろうかね。面白い見解だけれど一理あるかもね。悲しいが、おそらくそれが人生なのだろうな。まったく神様というのは意地悪この上ない。君、そういえばビーナだけではなく、君は姉さんにもかなり気に入られているようだな。ああ、ここ最近ジェットバトルを始めたこともあって、ミーティングではいろいろと話をせざるを得ないからな。だが霧島の話題が出ると姉さんはいつも君の話をする。一体どんな手を使ってたぶらかしたんだい？そうだな、それでは姉さんがかなり君にご執心だと誤解を受けそうだな。しかしながらビーナ同様、あの姉さんが特定の誰かを気に入るのは珍しいんだ。普段はいかにユーザーを楽しませるかに時間を割く、それゆえ特定の人物に肩入れする時間もない人だ。なのに君は好かれてる。仲良くなったきっかけがあるんじゃないか？些細なことでも構わない、教えてくれると助かる。もしかしたら君の取った行動に姉さんと仲良くできるヒントがあるかもしれないからな。なるほど、握手会で。うんうん、君たちはいい目をしてるんだね。モデルの彼女と普段の彼女はだいぶ違うと思うが、だからこそ姉さんは君たちを気に入ってるのかな。私たちのような人間は目の肥えた人が大好きだからね。正しく評価してくれる人間がいなければ、私なんかただのダメ女になってしまうだろう。しかしこれは私にはできない方法だね。私がこれをやれば嫌味に取られかねないし、感情を逆なでしてしまうのは目に見えてる。しかしこうして姉さんとの関係を喋り続けてきたが、なかなかにすっきりしないな。実際私も姉さんとどんな関係になりたいのかよくわからなかったりもするんだ。まずはそこを明確にするのが距離を縮める第一歩なのかもしれないな。やあ、待ってたよ。ああ、それは…すまない。ここに君を呼び出すための方便だ。そもそも、インスピレーションは勝手に得るものだ。君が何かを頑張る必要はないのさ。まず大前提として、今日はインスピレーションを得るためにここに来たのではない。仕事がどうにも行き詰まってね、息抜きも必要だと思ったんだ。一人で息抜きしようにも、私の場合は気づいたら勝手に仕事をしてる場合も多くてね。私も人間だ。休まなければ疲れるし、嫌でも仕事したくない時もある。けれど君が一緒なら止めてくれるだろうと思ってね。お目付け役として君なら適任だと思ってね。いや、それでは味気ないし、こう言った方がいいかな。おほん、つまりこれから私と
デートしてほしいんだ。そう身構えなくてもいつもと変わりのないテンションで接してくれればいい。何にせよ今の私は純粋に息抜きをしたい。ゆえに私の望みを叶えてくれるかい？いやまさか君よりわだつみ歴の長い私が君に教えられるばかりとはね。私もあの店にはたびたび行ってるが、あんな美味しい食べ方があったなんて。こういうものはやはり新しく来た人の方がアンテナを巡らせているのかもしれないね。観光地でもそこに住む地元の人は見慣れた光景、興味の外にあることは意外と多いものだ。でも今の状況、知り合いに君と何をしてるのかと聞かれても、私はデートと答えてもやぶさかじゃないよ。それほどに私は君との関係が心地いいし、君には好感を持っているのだよ。しかし君はだいぶ競争率が高そうだね。君はそのことを理解しているのかな？と、その話ではなかったね。さて、次は何をしようか。これもなかなか美味しいな。インスピレーションを得るためにいろいろな店を訪れたが、ここは知らなかった。これは合鴨のカルパッチョだったね。このレモン果汁をかければいいのだな。どういう意味だい？それはいくら私が自由奔放でも最低限の振る舞いは心得ているつもりだが、それにこのカルパッチョも実に美味しい。もうなんだこの味。それは私のせいじゃないだろって、確かにこれは絞りすぎているな。いや、そんなのどうでも。水をくれ君。ふう、ひどい目にあったな。しかしこれも私の日頃の行いが招いた結果、奔放な振る舞いゆえの自業自得とも言える。全くもって君の指摘通り、今の私はらしくないな。家族といい、人間関係といい、なんというか変に意識をすると私自身不器用になってしまうようだ。今ので思い知ったよ。もしかしたらこの点を改善すれば姉さんともすんなりと話せるのかな。まあなんであれ、こう思えたのも君と食事をしたから気づけたことだ。ありがとう。ああ、やはり君といると何かが違うな。これはもうしばらく君を観察させてもらおうか。加えてまたこうして息抜きもしたいな。もちろん君も同じことを思ったら呼んでくれ。いや、こういう時はまたデートしようねと言った方が正しいかな。さて、そろそろ落ち着いたところで。な、こんなところまで来てたのか。あれは母さんの秘書だ。おそらく私を連れ戻しに来たんだ。ビーナはいないようだが、あいつがいると厄介だ。あれは私でもうんざりするほど予測不可だからな。よし、そうと決まればここから離脱だ。ほら、私の手をしっかり握れよ。